見て見て、一緒に見ようよ。こっち。ヒーローインターンの説明に遊泳と始めよう。かっちゃんとの喧嘩から数日が経ち、今日から本格的にヒーロー活動ができる。ヒーローインターンの説明をするため、現遊泳生のトップ、通称ビッグスリーが来てくれた。自己紹介、俺からか。ダメだ、ジャガイモだと思って望んでも頭部以外が人間のままで、依然人間にしか見えない。頭が真っ白だ。辛い。帰りたい。天月くん、そういうの蚤の心臓って言うんだって。人間なのにね、不思議。彼は蚤の天月たまき。それで私がアドねじれ。橋戸さんの角折れたら生えてくる？動くの？ミネタくんのボールみたいなのは髪の毛？散髪はどうやるの？どの子も不思議。大鳥は俺なんだよね。ゼント。ゼント。タナンつってね。よーし、つかみは大失敗だ。1年から仮免しとくか。今年の始めよう。自己紹介のつかみで滑り倒してしまった俺たち3人、何が何やらって顔をしてる1年生に俺たちの経験をその身で経験してもらうことにした。君たち、まとめて俺と戦ってみようよ。早速着替えて体育館に集合だよね。ミリオ、やめた方がいい。立ち直れなくなる子が出てはいけない。昔挫折しちゃってヒーローを諦めちゃって問題を起こしちゃった子がいたんだよ。大変だよね、トウガタ。ちゃんと考えないと辛いよ。これは辛いよ。我々はプロとも戦っている。そしてヴィランとの戦いも経験しています。心配されるほど俺ら雑魚に見えますか？お前らいい機会だ。しっかり揉んでもらえ。その人、トウガタ・ミリオは俺の知る限り最もナンバーワンに近い男だ。プロも含めてな。うん、いつどっから来てもいいよね。一番手は誰だ？僕、行きます。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。元気よく行くよ。さあ、そっちだ。これくらい叩きつける。大技だよね。そこだよね。見切ったよね。倒れてる。それ攻めるよ。飲んでるさ。そこだよね。見切ったよね。修行か。なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。アメイジングニューストーリー。バーブ、すり抜け。からくりは何だ。すり抜けの応用でワープしてるのか、ワープの応用ですり抜けてるのか。俺の個性、透過、強かった。ワープ風の移動はその応用さ。全身個性発動すると、俺の体はあらゆるものを地面ですらすり抜ける。すり抜けるし、ワープだし、強すぎって
あれ、地面に落っこちてたってことですか？そう。そして地面への落下中に個性を解除すると不思議なことが起きる。質量のあるものは重なることができず弾かれてしまう。つまり俺は瞬時に地上へ弾き出されてるのさ。これがワープの原理。体の向きやポーズで角度を調整して弾かれ先を狙うことができる。攻撃は全てすかせて自由に瞬時に動けるのね。やっぱりとっても強い個性。いや、強い個性にしたんだよね。発動中は肺が酸素を取り込めない。光や振動を透過させ何も感じることができないんだ。この個性を生かすには予測とそれを可能にする経験が必要だった。インターンにおいて我々はプロとして扱われる。それはとても恐ろしいよ。けど学校じゃ手に入らない経験は力になるので、怖くてもやるべきだと思うよ、1年生。大きすぎる個性のデメリット。しかし持てる力を生かすために経験し予測を身につけたこの人は努力でトップを掴んだ人なんだ。今はミリオが…ねえねえ1年生、私たちと遊ぼうよ。ケロ、私たちのことを呼んでいるのかしら。このままじゃ終われねえし、1年生も少しはいいとこ見せないとな。よし、試合開始。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。まずは私だね。ゴーゴー。ゴーバー。ゲロ。当てるよ。お、このまま。こうして。お、くるくると。どうかな。止めるわ。こうかな。伸ばすわ。よけられないよ。やっ、うん、これでどう。引っ張れてる。よっと、任せてくれ。これでやっ、まだ遊びよ。どうかな、渦巻け。えっ、すっ、見てる、見るしか。うわー、やっ、取れるよ。しっかりと倒れろ。舐めてたわ。まだ残ってる。見ててよ。え、お、取れるよ。しっかりと倒れる。悔しいわ。ウィン。ねえ、勝った？やったー、勝っちゃった。面白い個性見れて楽しかった。波動さん、1年生の個性に夢中になりすぎて俺にも攻撃が当たっていたよ。そもそも、さすがビッグスリー、強さバネ。本当ね。ところで、壁に向かって話している天敷先輩は放っておいていいのかしら。先輩にお願いがあるんです。始めよう。
ったさ。1年生に怪我させるかと思ってたの。でも全員怪我なしで偉いなって。面白い子いた？気になるの。不思議。面白い一番手の子、俺の初手を分析し予測した行動だった。サーが好きそうだ。東方先輩、もう一度僕と戦ってください。それで僕が勝ったらインターン先に紹介してください。君はなんで俺に？サーナイトアイ事務所でのインターン、オールマイトに紹介してもらえないか相談したんですけど断られちゃって。でも先輩からならって、グラントリノからサーナイトアイのこと聞きました。インターンを受け入れてもらえるように僕を紹介してもらえませんか？僕の個性はオールマイトによく似ているので、あなたのサイドキックとして働いていた彼の元でなら比較になると思うんです。断ります。分け合って彼とは気まずいんだ。正直合わせる顔がない。私からは紹介できないが、東方少年に頼んでみてはどうだろう。彼は現在ナイトアイの下でヒーローインターンを行っている。なるほどね。いいよ、俺そういう勝負嫌いじゃないからね。じゃあコスチュームに着替えて体育館に行こう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルで来ないのかい？こうしていけ。じゃあ合わせる。足はよっと、よいしょ。せかだ、ここからやるぜ。倒るよ。押していけ。よいしょ。どへ直せる。じゃて合わせる。どっちゃん、これまでの成果をスイッチ入れろ。ここからフルトラ。だって動け。ウィン。いいぞ、コツ掴んできてる。アメージング。緑谷くん、君はどういうヒーローになりたい？僕がなりたいのは、どんなに困ってる人でも笑顔で、誰も心配させることのないくらい必ず勝って必ず助ける、最高のヒーローです。めちゃくちゃな目標だね。インターン先の紹介だけどさ、断る理由ないし、いいよ。いいんですか？ありがとうございます。ああ、もともとサーナイトアイが好きそうと思ってた。待ってください先輩。オール絶対に認めてもらいます。ナイトアイ、僕はオールマイトの弟子なんだ。始めよう。東方先輩にサーナイトアイを紹介してもらうために事務所へ連れてきてもらった。サーナイトアイは自分にも他人にも厳しいことで有名だけど、先輩曰くユーモアを最も尊重するらしい。そしてインターンを受けるには必ず一回は笑わせないとって、自分のわがままでここまで導いてもらったんだ。ここからは僕自身で開くんだ。ユーモアのセンスなんてない僕ができること、鏡の前で長年練習し続けたこれで。緑谷エジクです。貴様、その顔何の
私をオールマイトの元サイドキックと知っての狼藉か。オールマイトにこんなシワはない。目元のシワは通常フェイスで約 0.6 センチ、シルバーエイジからは約 0.8 センチ。非常に不愉快だ。お引き取り願おう。あなたの元でインターンがしたいんです。今よりも強くなるためにお願いします。この契約書に印鑑を押せば契約成立となるわけだが、私は貴様を認められん。貴様が我が社にどう利益となるか、言葉ではなく行動で示してみるといい。3分以内に私から印鑑を奪ってみよう。私のもとでヒーロー活動を行いたいのなら、貴様が自分で判を押せ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。この室内がどうなってもいい。取ってみよう。かける。これ好きで。やける。すぐ合わせる。足技だ。やはりワン・フォー・オールはミリオンに潰せるべきだった。出てきここから。俺の形を。蹴る。合わせる。食い込め。叩き切る。諦めることなど。出てきここから。かける。好きで。これまでの成果をスイッチに入れろ。黙ってる。食い込むな。ないな。ウィン。いいぞ。アメージング。上回れ上回れ。見えても反応できぬほど。オールマイトの今までを否定されて黙ってられるか。僕はオールマイトの弟子なんだ。貴様がどこで何をしているか私には見えている。見れば見るほど貴様でなければならない理由が見当たらない。なんとも無様。気が抜けたか。気が抜けたわけじゃないです。オールマイトヒーロー活動10周年記念の非売品タペストリー踏むとこでした。まさか部屋のオールマイトたちを避けながらグラントリノのように跳ねていたのか。私の煽りに感情を揺さぶられつつも周囲と私への対策を考えていたと。採用だ。だが貴様を認めたわけではない。象徴なき今、誰がその力にふさわしいか現場で痛感してもらう。たとえ彼の意に反しようと。オールマイトの始めよう。私はもともとオールマイトの大ファン。5年ほど彼のサイドキックとして活動していたが、あの出来事以来私はサイドキックを降りた。無茶だオールマイト。今回の戦いでは呼吸器官がやられたんだ。以前のようにはいかない。あなたの願う平和のためにも伝説のまま引退すべきだ。明るく強く親しみのある人間、あなたのような人間を見つけ託そう。象徴論はわかる。だがこのままいけばあなたはヴィランと対峙し、言い表せようもないほど凄惨な死を迎える。これ以上ヒーロー活動を続けるなら私はサポートできない。したくない。まさか未来を見たのか。私のことは見なくてもいいって言ったはずだろう、ナイトアイ。次の象徴が現れるとしても、その間にどれだけの人々が怯えなければならない。彼の個性、ワン・フォー・オールの圧倒的パワーの進化は、それを任意の相手に譲渡し力を育てていくことにある。私と彼は
ワン・フォー・ウォールを誰に継承するかについても大きく対立した。ナイト・アイ、私はある少年を後継者に決めたよ。彼に力を譲渡した。無個性の中学生だが、人を助けられる人間になりたがっている。何を考えている。志だけで平和の象徴が務まるわけがない。ふさわしい人間なら他にいくらでもいるだろう。馬鹿げている。そして私は真にふさわしいと思う後継者候補ミリオを育成し始めた。まだ彼とは疎遠のままだ。オールマイト。インターン初日に僕は始めよう。ナイトアイ事務所に無事採用された翌日、僕はインターン初日を迎えた。業務はパトロール兼監視。ナイトアイ事務所は今、市営発災会という小さなヴィラン団体、その若頭千崎という男を追っているとのこと。実際に星の敷地近辺を監視するのはサーたちで、俺たちは周辺区域のパトロール。大丈夫、いろいろ教えるよ。コスチュームをまとって街に出れば俺たちはヒーローだ。油断はするなよ。はい。ごめんね、痛かったよね。立てない？大丈夫？ダメじゃないか、ヒーローに迷惑かけちゃ。帰るぞエリ。うちの娘がすみませんね、ヒーロー。いかん、泣いて。死へ発災会若頭千崎。嘘だろ。あの、娘さん怯えてますけど。デク君、余計な勘繰りはよせ。明らかに詮索を嫌がってる。警戒が強まればますます尻尾を出さなくなる。無難にやり過ごすんだ。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です。人目につくし、こちらに来てもらえますか。あのエリちゃん、待って。なんで。なんだ、もうダダは済んだのか。すみません、ご迷惑をおかけしました。ではお仕事頑張って。インターン初日に、あの子あんなに怯えて震えてた。始めよう。さあ、すみません、事故りました。まさかあんな転校生と四つ角でバッタリみたいな感じになるとは。あ、そうだ、怪我の巧妙というか新しい情報を得ましたよね。千崎には娘がいます。エリちゃんと呼ばれてました。手足に包帯を巻かれていました。とても怯えていた。何もわからないけど助けを求めてた。どうにか保護してあげられていたら。傲慢な考えをするんじゃない。ことをせいては子孫じる。助けたい時に助けられるほど貴様は特別じゃない。志だけで助けられるほど世の中甘くはない。大きなしこりを残して僕のインターン初日はあっという間に終わってしまった。ファンとしてではなく、始めよう。インターンに参加して募っていたモヤモヤがより一層大きくなった。オールマイトのこと、ワン・フォー・オールのこと、僕は何も知らなかったんだ。いても立ってもいられず、オールマイトに問い詰めてしまった。全て聞いた。後継者として全部知りたかったんだ。遠方少年を後継者候補に勧められていたこと、
そして私の死が予知されていたこと、言いたくなかったんだ。ごめんな。君は私のファンだから。彼は私の身を案じ、私は人々の平和を案じた。そのまま喧嘩別れした。ただそれだけのことさ。そして君と出会ったんだ。君が来たってことを世の中に知らしめてほしい。いやだよ、僕が来たっていうところ生きて見ててよ、オールマイト。神の手の戦いがゴールなんだと思っていた。でも君がいた。君が答えてくれる日々が私に生きろと囁いてくれた。君のお母さんにも生きて守り育てろと。今さらあがくよ、君が変えてくれた。私は生きる。運命などこの腕で好きな形にねじ曲げてやるさ。僕、あなたに何があっても僕も一緒にねじ曲げます。よろしくお願いします。気合い入れていきます。もう始めよう。俺はビッグ3の天敷先輩に猛プッシュして、先輩のインターン先バッドガム事務所でインターンをさせてもらえることになった。 BMI ヒーローバッドガムや、よろしくな、レッドライオット君。最近チンピラやらチーマーやらのいざこざが多くてな、武闘派欲しかってん。レッドライオット君適材やで。って噂をすれば二人とも行くぜ。ヒーロー、畜生ついてね。せっかくこれから一肌あげようって時に一旦ばらけるぞ。させへん。兄貴たち助けなきゃ。兄貴逃げろ。撃たれた。一体どこから。だが思ったより痛くない。逃がさない。タコで捕まえる。個性が発動できない。逃げんな。せめて仲間助ける姿勢貫けよ。人撃って自分だけ逃げるなんて男らしくねえよ。そっちは行き止まりだ。観念しろ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。正々堂々と行って。一体は一歩あらみろ。腕が鳴りまくるぜ。俺を見ろ。なりたかった。ウィーはアメージング。くんな。強くなりたかっただけやね。頼むよ、逃がしてよ。俺は力が欲しかっただけの哀れな人間や。泣いてもダメだ。逃がすことはできねえ。先輩を撃った。気持ちはよくわかるぜ。俺も昔は。てめえの話なんと知るかボケ。素直すぎやで。助かったわ。逃げる、逃げたる。捕まってたまるか。レッドライオット、遅なってすまんな。個性脂肪吸着。俺の体は何でも吸着し沈めるぜ。観念し、チンピラども。
今回の騒ぎは無事収まったが、銃弾を受けたサンイーターはしばらく個性が使えなくなった。個性をブーストさせる薬はわかる。しかし個性を使えなくする薬いうんは嫌な感じやな。ねえねえ、なんで喧嘩してるの？始めよう。うららかさんとつゆちゃんに私のインターン先の琉球事務所を紹介したの。それでね、今日はヴィラン同士の抗争を止めに来たんだよ。ねえねえ、なんで喧嘩するの？個性同じだから。変なの。なんだ、ぶっ飛ばそう。うららかさん、つゆちゃん、いくよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。まずは私だね。渦巻け。見て消えてよ。強く打つの。はぁ、痛いわ。当てるよ。避けられないよ。ふっ、えい。調整。ちょ、負けないよ。よっ、いやチャンス、チャンスだ。おんまあかんて。出力30。痛く、しまった。言わせたわね。ケルビーさん見て。なんだ、キューちゃん。兄貴、ウィン。チャージ満タン、出力30、グリングウェーブ。今だよ、二人とも。必殺メテオポクロキーズ。よかったよ。ねえ、よかったよかった。あ、そうだ、琉球から聞いたんだけど、トウガタのインターン先のヒーロー事務所からチームアップ要請があったんだって。私たちの活躍が認められ、オールマイトの元サイドキックナイトアイからのチームアップ要請、指定ヴィラン団体シエ八斎会を調査する任務に就くことになった。ねえねえ、グラントリノに愛沢、始めよう。数日後、相沢先生、ロックロックをはじめとする有名ヒーローや桐島くんがいるファットガム事務所、うららかさんとつゆちゃんがいる琉球事務所、そして僕が所属しているナイトアイ事務所が参加する大規模な会議が行われた。それでは始めます。我々ナイトアイ事務所は数週間ほど前からシエ八斎会という指定ヴィラン団体の調査を進めていました。本日はシエ八斎会が何を企んでいるのか、知り得た情報の共有と協議を行わせていただきます。私のサイドキックが調査した結果、ここ1年で組織の拡大、集金を目的に動いていることが判明。ヴィラン連合との接触と組織間で何らかの争いがあったことを確認しました。八斎会は以前、不正薬物の裁きをしのぎの一つにしていた疑いがあるんや。そんで先日のレッドライオットデビュー戦、今までに見たことないもんが玉木に打ち込まれた。それが個性を壊す薬や。個性を壊すだと？その中身を調べた結果、人の血や細胞が入っとった。そして中間売買組織の一つと八斎会には交流があった。八斎会の若頭、
知先の個性はオーバーホール、対象の分解修復が可能。そして知先には娘がいて、当事務所の二人が遭遇した時は手足におびただしく包帯が巻かれていた。つまり娘の体を銃弾にしてさばいてんじゃねえってことだ。こいつらが子供保護してりゃ一発解決だったんじゃねえの。全て私の責任だ。二人を責めないでいただきたい。二人ともその子を助けようと行動した。今一番悔しいのは彼らです。少女の保護が私たちの目的になります。何が最高のヒーローだ。何がミリオンを救うルミリオン。あの、一ついいですか。どういう性能かは存じませんが、さあナイトアイ、未来を予知できるなら俺たちの行く末を見ればいいじゃないですか。このままでは少々合理性に欠ける。私の予知性能は1日1時間、1人しか見ることができない。その1時間、他人の生涯を記録したフィルムを見ると考えていただきたい。例えば、皆さんの近い将来に死、ただ無慈悲な死が待っていたらどうします？死だって情報だろう。そうならねえための策を講じられるぜ。いいぜ、俺を見てみろ。いくらでも回避してやるよ。ダメだ。占いとは違う。回避できる確証はない。少女の居場所の特定、保護は可能な限り角度を高め、早期解決を目指します。ご協力よろしくお願いします。さて始めよう。会議の後、グラントリノは私とオールマイトの仲を取り持とうとするためにわざと緑谷に私を差し向けたと言っていた。緑谷イズク、よく似ている。私が理解できなかった。オールマイトの底に宿った狂気に。おや、あの男は調査報告にあった八歳会の人間、なぜデパートに。後を追ってみるかと。おい、お前人にぶつかっといて挨拶もなしか。ああ、これは骨が折れたな。治療代をいただかねえとな。私の不注意だ、すまなかった。と言っても解放してくれないか。あの男を見失いたくはないな。仕方ない。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。迅速に読めた。ここだ。一体は可愛げないな。ここ好きで読み通り。まずはここだ。空気へ見抜いた。読めた。そこだ。そこ見抜いた。終わらせるとしよう。しっかと重く。よくなりたかった。ウィー。見た通りのテレビ。さてと、あの男は。プリン、プリン、プリンは置いてねえじゃねえか。どこに置いてんだ、クソ。ガキのことは分かんねえ。めんどくせえ。まあ、なんでもいいだろ。面倒、まあいい。
ガキというのはもしや。ここにありますよ。なんだってめ。私も好きなんですよ。さて、少しでも手がかりを。あの男はもし。僕のヒーロー